どうも、つむつむしみたです。今日はね、最強つむめぐりの動画になります。で、前回がダルマミッキー紹介したんですけど、今回はね、ダルマミニー紹介していこうかなと思います。実はね、ダルマシリーズ両方とも強いんですよ。ダルマミニーの方もめっちゃ強くて、このつむね、報酬つむだったんですよ。報酬つむで登場したつむで、だからスキル4でマックスなんだよね。スキル4でマックスになるつむです。珍しいよね。で、スキル4でマックスなんだけど、なんとですね、このスキル4の性能がめちゃくちゃすごくて、すでにね、このスキル4、このスキルマックスの時点で、性能的に言うと、あれだね、最近のツムだとエンバーのスキルマックスとかと同じレベルの、報酬ツムでだよ。報酬ツムで、そのレベルのコイン稼ぎ力発揮できます。1分効率2000枚後半だね。2800枚とかあったかな ?2600 とか、2700とか、そんなんだった気する。なんで、報酬ツムの中だったらガチで破格の性能してるね。で、バットアットミニーもいるんだけど、ほい。バットアットミニーがだいたい3000くらいだよ。1分効率。だからバットアットミニー結構ね、追いつきそうなレベルで、稼げます、このツム。あー、ただね、ラブリースティッチに慣れちゃうとね、はい。この繋がりにくさが若干あれかな。はい。少し離れても繋がるんだよ、このツム。ラブリースティッチと同じかと思いきや、ラブリースティッチよりも若干ちょっと離れて消せる範囲が狭いかなっていう。それでもね、十分すぎるくらい稼げちゃうけどね。はい。こんな感じで繰り越すとうまいこと稼げる。で、なんでこんなに稼げるかっていうと、このツムですね、強ツム恒例のね、プラ創生ついてるんですよ。プラ創生が。それによってめちゃくちゃ稼げるって感じだね。はい。マジでめちゃくちゃ稼ぎやすいんで、このツム。はい。なぞってるだけでコイン入ってくるもんね。あ、やばい。はい。ほら。くぅ、このちょっとぐだりが難しい。これボム1個で100コインくらい入ってくるからね、普通に。よし、繰り越し。繰り越しも意識して。はい。オッケー、もう5000いってるもん。報酬積むだからね、みんな。報酬積む回、ガチで、最強クラスでしょ、この積む。最近だとね、報酬積むで強いのっていうと、スタードナルドとかいると思うんだけど、スタードナルドとかとマジ比になんないくらいの強さしてるからね、この積む。あ、やばい。ちゅ。繰り越そうと思ったら下ってしまった。やっぱラブリースティッチになれるとさ、ちょっとやりづらく感じちゃうよね。ラブリースティッチがつなげやすすぎるのか。オッケー、たまった。8000いってる。はい、こんな感じ。9000いきそうじゃん、これ。しかもね、プレイ時間短いんだよね。3分かかった、これ。まあ、3分ぐらいか。3分は超えてるか。で、3分くらいで9000枚くらい稼げちゃうんで、本当に超破格の性能してますね、このツム。めちゃくちゃ強い。報酬積む回で言うと、本当に、ダルマミッキー除けば1位だよね。ダルマミッキー除けば圧倒的1位って感じです。なんで、もう報酬積む界隈ではね、ダルマミッキー、ダルマミニーとバハミ、バットアットミニーが、結構ね、猛威を振るってるって感じかな。そんくらいの積むです。なんで、まあでもね、この積むはちょっとね、扱いが難しいんだよね。バットアットミニーとかに比べると。扱いが難しくて、ただ、めちゃくちゃポテンシャルはあるよ。稼げるポテンシャルあるよって感じのツムなんで、まあね、スキチケ使うかどうかはね、皆さんに お任せします。バットハットミニーみたいにもう絶対育てた方がいいっていう、そういうツムではなくて、まあね、あくまでスキル4でそれくらいのね、強さがあるよっていう、そんな感じのツムなんで、ぜひね、まあ、復活した際は全然ゲットしてもらうと、めちゃくちゃいいかなと思います。
めっちゃそんなにすぐコイン稼ぎの仲間になってくれるんで、まあ、ということで今回は最強通巡りだるまミニの紹介でした。この動画が良かったなと思ったらね、高評価のチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。